会社は明るく社長は男、キヤマ総合電工カー、機械は最新、社屋は斬新、キヤマ総合電工カー、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中、キヤマ総合電工カー、さあ一緒に働こう。よし行きますの、あなたの未 来。ある時は鉄工所の親父、またある時はラジオのパーソナリティ、そんな吉井清松がその豊かな経験と人生哲学であなたの明日をクリエイト。吉井清松のあなたの未来、始まりまーす。生まれた限りはたった一度の人生だから、女子の愚痴とか酒のつまみにつぶやいて、憂さを晴らすようなそんな人生にしたくない。愛愛愛ほら見るがいい、俺がやったこの仕事を、それは俺への憧れていっぱい、ほら見るがいい、俺が作ったあの建物、それは俺たちの誇りでできている。ものづくりの会社、ここには夢がある。大分県で一番有名な社長、吉井清松です。おきげんよう。皆様こんばんは、松本久美子でございます。はい、どうも。いやー師走ですな。はい、まあ忙しいですよ。うん、バタバタだよね。なんかこの時間車混みますしね。ねえ、すごいよね。なんで師走ってこんなにね車が多いのかなって。なんか気ぜわしいよね。はい、なんかイライラしますけれども、うん、やっぱりねこう楽しくね一日を過ごしたいなと思うんですけど、うん、そういった意味でね、この前高田市の倫理法人会で、はい、僕ね楽しい会社の作り方っていう講演をしたんですよ。あ、どんなことを？だからどうやったら楽しい会社になりますよっていう話をして、社長さん必聴です。で、3つのことを守れば、はい、その会社は楽しいこと会社になりますよっていうお話をして、はい、まず1個目は、まずリーダーが楽しくなること、楽しそうにすること、うん、よくあるじゃない、なんか僕の話を聞いて楽しい会社にした方が売り上げも上がるしいいことばっかりだって思ってしまって、会社に帰ってお前ら楽しそうな顔しろとかやってる人、ね、そういうリーダーなんでお前笑えとかなんかやってるじゃないですか、みんな命令系でね、命令系で全然自分がなんか怒った顔しながら、なんか楽しい会社になるためにお前らが笑わないといけねえんだとかやってたら、絶対その会社楽しい会社にならないわけですね。ねばならないですね、うん、だから、もうリーダー自ら楽しい、わあワクワク嬉しいって、楽しい楽しいっていう顔をしないといけないよね、はい、まずはね。で楽しいことを次から次にこう自分が楽しむことをやっていかないといけない。だ従業員を楽しませるにはどうしたらいいかって、真面目腐って眉間にしわ寄せながら考えても楽しいこと浮かんでこないんで、はい、まず自分が楽しくなければいけない、自らが楽しいっていうのが重要ですね、はい。でもう一つがアホーダンスっていう言葉があって、はいはいはい、まあアホーダンスじゃないんですよね。踊るアホーに違いますね、はい、はいはい、アホーダンス。だから一回この番組でも話したことありますよね。そうです、実践してらっしゃる社長さんもね、うん、実際いらっしゃるんですよ。あ、そうなんですか。なかなかうまくいかなかったんで、うん、もう一回教えてってことでしたよ。はい、アホーダンスをうまく組み入れて、アホーダンスっていうのはいわゆるその人がそうやりたくなるようなデザインをするっていう、そういう意味なんですけども、例えば、襖にこう丸い、引っ込みがあったら、はい、それは手をかけて横に、スライドするんだって、もう誰にも書いてなくてもわかるじゃないですか、はい、ね、タンスにこう取っ手があったらそれは引っ張るんだって、
誰から何も言われなくても分かる。そうですね、押す人はまずいないでしょうね、うん、はい、だからそういうなんかもう、その人がそうしたくなることを、うん、デザインの中に組み込んでしまえっていうのが、はい、アフォーダンス、ね、うちの会社では、な挨拶運動の時にそれを使って、もう挨拶しなさいっていくら言っても挨拶できない僕うちの会社の社員が、お前たちは、お化け屋敷のお化けなんだから、うん、来たお客さんを驚かさないといけない、はい、驚かせないといけないっていう話をしたら、はい、即座にできるようになった、はい、その日からできるようになったっていう話、うん、これがアフォーダンスを利用したもんですよね、はい、で3つ目が一番、大切なんですけども、ワクワクすることをみんな決心させる、みんなに決心させる、うん、だからうちの会社の標語知ってますよね、35億売ってハワイに行こうってやるじゃないですか、35億売り上げるっていうことは社長しかワクワクしないんですよ、従業員35億売ったってワクワクしないじゃないですか、自分の給料が上がるわけでもない、何でもいいこと何もない、ただくる、いや仕事が増えるだけだから、はい、全然ワクワクしないんですよね。それにハワイに行こうをくっつけてるから、ハワイに行くことってワクワクするじゃないですか、はい、だからワクワクすることを決心させる、ハワイに行くことを決心するとか、例えばダイエットだったら痩せて救護の服が入るようになった私を想像するとか、はい、その結果、例えば勉強でも同じですよね、何々高校に入ったら俺モテるぞみたいな、うん、そんなことを決心する、幸せになってる自分をちゃんと想像できて、うん、そこに向かっていくってことですね。そう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 、うん、途中の今日から勉強するっていうのは、はい、ワクワクしないことを決心してるから、はい、それって続かない、はあ、うん、ね、ダイエットするっていうのは食べないっていうのはなんかワクワクしないから続かない、みんなそうなんですよ。でもみんな落ちりがちなのはそのワクワクしないことを決心してしまうから、三日坊主で終わってしまうから、はい、もう少しこうワクワクすることを決めさせるっていうのが、その三つをうまく利用すればきっと楽しい会社になるはずなんで、うん、でうちの会社楽しい会社にその三つをうまく組み合わせて、なったんで、うん、売り上げあっという間に3年間で 180% アップとかなったわけですよ。だからワクワクすることを決心するっていうか、楽しい会社にするっていうことはそれぐらい、いいことですよって、そういうことを、まあ、今日お話しできたと思います。今の3つ今共通項が分かりました、はい、絵が浮かぶってことですね、うん、そうです、幸せになってる自分の絵が浮かぶ、すごい、うん、すごいね、それ本当真理なんだよね。人間の脳って言葉で考えてるんじゃなくてイメージをしたことを実現化しようとするんですよ、頭の中でイメージできたこと、それをいかに実現化しようかって思うようにできてるんで、例えばちっちゃい子に水こぼすなって言うと、こぼした絵がイメージされるからこぼすとか、エラーするなって言ったらエラーした自分が浮かぶからエラーするとか、そういうふうに頭の中で浮かんだイメージ通りのことを実現化しようとするから、イメージ、頭の中に浮かんだイメージは楽しいこと、はい、っていうことをキーワードに、大丈夫ですかね。はい、では社長さんもそしてあなたもお試しあれです。はい、続いて後半は吉井清松の幅広い交友関係の中から素敵なゲストをお招きしてスペシャルトークをお送りします。ゲストさんいらっしゃい。さて今日のお客様は団体様でいらっしゃいます。はい、ようこそお越しくださいました。12月の21日土曜日にですね、久留米で行われます炎の講演家鴨頭吉人さんの講演ですね、家族を語る講演会、こちらを企画されているお三方でございます。はい、どうもこんにちは。こんにちは。で小籔さんはお久しぶりで す, です、ね、どうもお久しぶりで す, そうです、ね、夏だったっけこの前会った時。そうですね、まだまだ汗ばむ季節でした。そうですよね、はいはい、2回目のご登場ですが、その他お二方は初めてということで、はい、じゃあちょっと自己紹介をお願いいたしましょうか。ではで小籔さんからお願いいたします。はい、2度目の出演です。今回講演会を主催いたしますデコエリこと山口エリと言います。はい、今日も久留米からありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、はい、主催者のデコエリの夫です、山口翔平と申します。
よろしくお願いします。はい、はい、もう拝見してると力関係がよくわかります。ヒエラルキーってやつやね。おっしゃる通りでございます。さあ、そしてもう一方。はい、今日は宇佐の方から来ました、はい、自動車の修理業を営んでる宇佐車両の代表の矢野と言います。あのね、はい、デコ入りにもうボランティアスタッフたくさん連れておいでって言ったら、旦那しか来れなかったって言うから、だったらさ、もう、ちょっと近所の人誰かおらんいないかなと思ったらカモラーがいたんですよ。はい、カモラーっていうのね。はい、うん、カモラがいたから、お前もおいでとかいう感じでね、今日来てもらって、はい、ね、はい、話するとは思ってなかったでしょ。はい、そのつもりで見学のつもりでやってまいりましたけど、はい、そうはさせない番組でございまして、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お参加こんな風です ね、 ね、やっぱりその夏においでてくださった時もね、デコエリさんのこの鴨頭さんのこのリスペクト、はい、すごいものがあったんですが、はい、またまた今回も、はい、大きな講演会ですね。そうですね、もう大きい講演会なので、もう一月切りまして私燃えております。ボランティアスタッフの方って今全員で何名様ぐらいですか？40名超えたところです。ほら、すごいですね。はい、うん、矢野さんは大分県ね、北部からで、ね、はい、であとは皆さん久留米の方が多いんですか？ボランティアスタッフ九州各地から集まっていただく予定です。まあ、とにかくそれだけの方が、ね、まあ、皆さんがこの鴨頭さんのね講演を聞きたい、ヨシーもね、もう僕もね聞かれてますよね。この前コラボ講演させてもらったもんね。まさかね、最強のパワーですけれども、この鴨頭義人さん、はい、まだご存じない方もいらっしゃると思うので、はい、ご紹介いただけますか。どういう講演家の方なのか。もともとですね、マクドナルドで働いていらっしゃって、日本一のセールスマンだったんですよね。で、すごいいろんな方に影響を受けられて独立されて、講演家として今全国各地を回っていらっしゃる方です。で、YouTube の方にも講演の動画がたくさんアップされていまして、今チャンネル登録数が89万人、もう90万人になる勢いのある講演家の方です。そうですね、すごいですよね。はい、もう僕もね、もう鴨さんにもう本当に、影響を受けまくって、まあ、僕はいつも言ってるじゃない、承認だけで成り立つ会社を作るんだとか、はい、ね、そんなの全部本当はね、鴨さんの影響なんですよ。あ、影響、はい、完全に受け売りではなく影響でいいんですね。まあ、オマージュって言うの。オマージュね、はいはい、言葉は選ばないとね。はい。そうそう、だからそういった意味じゃね、もう僕が今世界500人社長に選ばれたり、はい、ニューヨークタイムズで、はい、ピックアップされたりするのは、全部もう鴨さんが言ってることをなんとかこう自分の会社に取り入れようかなと、取りたいなと思って、それをもうひたすらやり続けた結果、そういうところでいろんなところでこうピックアップされるようになったっていうことですよね。うん、ヨシーもそうですし、この鴨頭さんもそうですけど、一度見たら忘れられないお顔立ちの方ですよね。すごくインパクトあるお顔です。もうここにパンフレットがあるんですけど、にっこーんとね、はい、手を広げて笑ってらっしゃる素敵なスキンヘッドのね、はい、方なんですけれども、はい、講演の内容とするとどういうふうなことを。当日の講演の内容が家族に特化したお話をしていただく予定で、副題とかこうテーマがですね、幸せな家族とお金の両方を手に入れる方法と、みんな身近なもの、幸せな家族もだし、お金もどっちも大切だけど、どういうふうにうまく付き合っていくのかなっていうのをお話しいただこうと思っております。鴨さんのね、まあ、いわゆる気持ちをこう、モチベーションを上げるとか、うん、そういう話もすごく素敵なんですけども、うん、家族のこと語らせたら最高なんですよ。うんうん、本当にもう聞いてる間絶対涙出ますよね。はい、うん、ヨッシーが一番こう心がこう震えたところって。ね、僕、まあ、言ったことあるかどうか分かんないですけども、なんか世界を変えたいとか社会を変えたいとか、そんなことばっかりずっと考えてたんですけども、鴨さんに言わせると、
その社会とか会社を変えるとかそんなことを考えるより先に一番最初自分の奥さんのことを大切にしなさい、その次家族のことを大切にしなさいとか、そういう段階を踏んでいかないと物事って絶対にうまくいきませんよっていうような話をされ、それをなんかすごくこう心にこう突き刺さるような例で言ってくれるんですよね。だからもう本当にね、家族大事にせんといけんのやなとか、はい、そういうふうにもう亀さんの話聞いたらすごく思いますよね、はい、それを聞いてね、うん、感動されたお二方なんですけれども、うん、イミジクも今日このスタジオの中にですね、うん、デコエルさんのご主人がいらっしゃって、うん、ヨッシーの奥様が実はスタジオの向こうにいらっしゃるんですけれども、うん、実践されてますでしょうか聞かれたお二人どんな感じはい、やっぱり私もですね、鎌さんの YouTube とかよく見るんですけども、鎌さんの言ってることの一つで、夫の仕事は、妻を笑顔にすることだっていうことを言われていて、それは確かにそうだなと思ってて、やっぱり妻が笑ってないとやっぱ家庭もどんよりしてるし、妻が笑っていれば家庭もすごく明るくハッピーな雰囲気になるので、やっぱりそういうことを実践しています。うん、すごいすごいすごい。あの鎌さんの講演会に行ったら、あの、うん、ほぼこんな話になってしまうんで、あのこれを聞いたからもう行かないところにやめてくださいね。なるほどね。ちなみに清松家はどんな感じですか？神の声がね神の声が、はい、聞こえましたけど、もううちの会社、あの家庭に入ると、はい、ちゃんとヒエラルキーがきちっと決まってて、なるほど、なるほどあの必ずあの、一番下にいるのが僕で、僕の上にあの女房がいて、その上に、犬のアビーがいるっていうそういうヒエラルキーがありまして、なるほどですね、まあ、それで保たれているのであればそれが一番いいね、そうそうそう、位置関係かなと思いますけどまあそういうね、あの鴨頭さんの講演に向けて準備をね進めてこられたと思うんですけど、どうですか、あの矢野さんは大分県に行って、その久留米のね、はいはい、山口さんたちと、まあ、連絡を取り合いながらってことになるんですか？そうですね、ここからさらにまた密に連絡を取って、いいあの講演会になればと思っております。はい、ちなみに何か縁があったんでしょうか、うちのかみさん、はい、久留米出身なんですよ。おー、うん、そうなんですか。はい、そうです。で、残念ながらちょっと今回一緒に参加はできないんですけど、木村社長と一緒で、うちもあのパワーバランスがしっかりしてまして、うちのかみさんはちなみに名前はあのあだ名はラオウですから皆さんがそれに、あの子供たちも揃って、はい、ラオウの機嫌を整えるというのが、はい、我が家の家訓です。はい、はい、鴨さんの話も大変しっくりきますまあそれぞれの家にね、まあ、それぞれのルールがあって保たれているということなんでございます。あの、じゃあその矢野さんは 大分の人たちをこう集客してという担当なんですか？まだそう具体的なところまでお話しいただいてませんけど、少しでもそういうお役に立てればという思いでやってまいりました。はい、まあ、あの久留米がね、行われる場所がその久留米なんで、県外からの方々っていうのはでも、まあ、土曜日ですからね、はい、行けますよね。もちろん来れます、ね、はい、お時間が12月21日土曜日の1時から、はい、そして3時までですから、まあ、2時間、はい、バッチリ、2時間バッチリ、そうですね、はい、会場の、久留米リサーチパークなんですけど、はい、これどうやって行くと一番いいですかね？そうですね、大分からだと、はい、お車で来られると、高速道路の久留米インターチェンジで降りられて、はい、車で5分ほどで会場に到着いたします。はい、はい、久留米リサーチパークって入れたら多分ナビがね連れてくれるよね。はい、うん、はい、ということで、前売り券今、はい、絶賛募集中、販売中で、はい、3500円、はい、で当日になると、4000円になりますので、そうです、500円安くなりますから、皆様今のうち今のうちでございますね、はい、残りわずかとなっておりますので皆さんお待ちしております。あ、プレミアム席っていうのなんか特典があるんですね。はい、当日の講演会の映像を DVD にいたしまして、はい、そちらをプレゼントする予定です。まあ、つまり DVD が1000円分で ついてくるってことで、これ、はい、よし持ってたらなんかこう、うん、毎日悩んだ時とか、いやもう僕5000円席2枚持ってますんで、そうなんですか、はい、ちょこっとワイプで入ったりとかしてないでしょうねいや多分入れないかなね、集客人数とすると何名様ぐらいを今500名です。500名、はい、す
すごいな、まあ楽勝だね。カモさんだったらね、はい、うん、はい、ということで、今ですねボランティアの皆さん頑張ってらっしゃる。先月熊本あったじゃない、はい、熊本行ったの。熊本行きました。ああ、そうなんだ。俺も、はい、別件があって行けなかったんだけど、どうだった？700名満席でした。あ、すごい。そうなんですか、はい、じゃあその鴨頭さんは九州各県でもいろいろ回って講演してらっしゃるんですね。そうですね、9月には佐賀にもお越しになっていまして、ええ、その時が600名満席でした。あら、それも全部企画されるんですか？鴨頭さんの主催の、はい、ああ、そうですね、はい、うん、あの鴨頭さんの会社が主催するのがあのいわゆる灼熱の灼熱のライブですね、ライブですね、はい、それがあって、まあ、来年になったらスタートダッシュセミナーとかのまた各県、あ、そうか、あれ九州1個だけか、九州1個ですね、うん、九州1個であるんですけど、そういうのは全部鴨頭さんの会社がやってんだけど、うん、はい、このデコ入りやろうとしてるのは、鴨頭さんがデコイを鴨が、デコ入りが呼んで、自分の責任でその、はい、リサーチパークを借り切って、はい、それをやろうとしてるんですよ、講演会を。だからすごいんですよね。すごいですね。今が一番忙しい時なんじゃないですか？はい。寝てますか？なかなか寝れてませんそうだよね、はい、まあ、それだけね、もうこの鴨頭義人さんに惚れ込んだデコエルさんですけれども、はい、もうお三方からですね、それぞれ、ラジオを聞いてらっしゃる皆さんに、あなたが勧める鴨頭さんの魅力、これをおっしゃっていただいてですね、はい、PR をお願いしたいと思います。はい、私がお勧めする鴨頭義人さんの魅力はやはり太陽のような明るいところです。はい、そうだね、はい、うん、私が、鴨頭さんをおすすめするところは、ひまわりのようにすごく明るいところです。見た感じもね、そうです、はい、すごく、やっぱり承認の世界を大事にしている方なので、すごくやっぱりみんなのことを大事にしてくれている方なんだなと思ってます。はい、わかりました。はい、鴨頭さん、常に明朗、常に明朗、言葉は簡単ですけど、皆さん辛い思い、いろんな思い抱えて生活されてますけど、鴨さんはそれでも作り笑顔が最高の価値だとおっしゃってます。僕も大変勉強になりました。人に笑顔を届ける、私もそういう人間になりたいと思っております。そうですね、笑顔をプレゼントって鴨さんいつもね、はい、言ってますよね、プレゼントしてるんだっていう、はい、私もそういう思いをさらに勉強できるように、うん、参加させてもらいたいと思います。はい、うん、まあ、参加されながら、企画をされながらということでね。そうですね、一人でも多くの人にね、鴨さんを直接見てほしいよね。はい、うん、いよいよ12月21日土曜日、近づいてまいりました。はい、炎の講演家鴨頭義人さん、家族を語る講演会。今家族の関係で悩んでらっしゃる方も、はい、ね、うちはハッピーだけどもっとハッピーになりたいという方も、はい、ぜひぜひ久留米まで、はい、はい、近いですから、はい、はい、お運びいただきたいなと思います。はい、はい、もう大成功間違いなしですけれども、はい、はい、お体大切に。ありがとうございます。はい、終盤頑張ってください。頑張ってね。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。世のため、人のため、そして己のためにを社是として承認だけで成り立つ会社を目指します。競争鉄鋼株式会社、ここには夢がある。はい、デコ入り帰っていきました。あのね、来た時元気だったのにね、マイク向けられると急におとなしくなっちゃってね可愛らしい方でございますね。本当、久留米からありがとうございました。はい、遠くからありがとう。さあ、いよいよ我が番組のクリスマスプレゼント、はい、内容発表でございます。はい、皆様、メモの用意をよろしくお願いいたします。本当に素晴らしい、素晴らしい、はい、プレゼントを用意してます。はい、クリスマスプレゼント企画、まず第1位。はい、こちらはですね、マグカップでございまして、はい、ただのマグカップではありません。当然、ヨッシー清松の、ね、ヨッシー清松と松本久美子が、イラストがあって、はい、そこにヨッシー清松って書かれた、そういうマグカップ今作ってますんで、はい、それを3名様。3名様でございます。はい、さあ、そして、
二つ目ははい、マウスパッド、はい、必需品でございます。そうですね、こちらにももしかして私たちの顔のかかるんです。それは嬉しいんだか迷惑なんだか分かりませんけどマウスパッド、こちらは5名様です。5名様です。はい、そして3つ目は、最後はステッカーですね。ステッカー、はい、そうそう、こちらをね7名様、7名様にということで、プレゼントです。はい、マグカップ3名様、マウスパッド5名様、ステッカー7名様ということで、なぜかクリスマス七五三で並べてみたというですね、そういう話で、合計15名の方にプレゼントが当たりますので、はい、メール、ファックス、そしてハガキでご応募ください。宛先、ハガキの方は郵便番号 870-8558FM 大分あなたの未来の係まで。ファックスの方は 097-538-0588 097-538-0588。 メールの方は FM 大分のホームページ、リクエストフォームから吉井清松のあなたの未来を選んでメッセージを書いてお寄せください。そうですね、何にも書かずにハガキだけとかね、メールだけとかいうのをやめてくださいね。はい、できたら本当にまあ、いつも聞いてますとかヨッシーさんに質問ですとか、はい、なんか一言 ね、書いてもらってね、そう、番組の感想とか、はい、いつも聞いてますって言われると、本当僕これからも頑張ってやっていこうかなっていう気になってる。お願いします、はい、愛に飢えてます。お願いしますで必ずですね5本名を書いてください ね、ラジオネームもちろんなんですが、5本名、住所、よかったら電話番号もね書いていただけると助かります。今回ね10トータル15人、はい、大プレゼントなんで、もう、たくさん来ると思いますけども、当たる確率もそれ以上に上がってますんで、どんどんお寄せくださいませ。みんな喜んで、出してもらえれば、はい、本当こっちが嬉しいよ ね。締め切りはですね、1週間後にしたいと思います。はい、はい、12月22日にしましょうか、はい、22日の放送日まで、はい、に送っていただけると、放送日はそうやって送ってくれると、15名の方に、はい、差し上げますので、プレゼントを当たることになってますので、どんどんご応募ください。はい、よろしくお願いします。お待ちしております。それではお送りしてきました、吉井清松のあなたの未来、お別れの時間が近づいてきました。吉井清松でした。松本久美子でした。ごきげんよう。おはがき待ってます。はい、それは俺たちの希望でできている、ものづくりの会社、ここには夢がある。限りはやり直せない人生だから、あの時どうとか後悔ばかりを口にして、閉じこもってるようなそんな人生にしたくない。